我は黄金の戦士。戦いを前にして昼、それこそが英雄の姿だ。そしてノアもまた英雄だ。ふん、あやつめなら心を決めているだろう。わしはただ槍を一心に振るうのみ。そうだね、ここらでもう一花咲かそうかね。マリン、お前を危険にさらしたくはない。わかってるってお兄ちゃん、私も一緒にサポートするよ。ああ、俺はこの弓でお前も。よし、私は走り回って伝令するよ。全力で走り回っちゃう。しかしまあ、運命ってのがあるなら打ち貫いてみたいもんだが、果たしてどうなることや。なあバババ、占いは、戦いはどうなるんだ。戦いがどうなるのかの占いかい。そんなもの必要ないぞ。さーて、みんなを守るための防具、できるだけ仕入れないとね。品切れなんて、絶対。みんなのレンズの調整には、精一杯力を尽くす。俺も、何だって仕入れてみせるぜ。今回は、儲け度外視だ。ああ、昼夜問わずに、ハンマーを振るって、武器を鍛え上げてやる。最高に役に立つ一品を、取り揃えてみせますぞ。この大事な時に品切れなんて道具屋の名俺だ。やるぞ。ああ、れそらよ。どうだ。一丁上がりっと。そらよ。一丁上がりっと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 。待った。僕は外の世界が見たくて村を出た。でもそこは僕が想像していたみたいな素敵なことばかりじゃなかった。でも素敵な人がいっぱいいるのを知ったよ。ノアもみんなもいっぱいいっぱい。だからそんなみんなのためにも素敵な人たちを守るために戦うぞ。えいえい、ああ。
には獅子の力があるからね。一人前の戦士として役に立ってみせるよ。えいえいおー、ゆめも頑張る。えいえいおー、バッフバッフバッフノアは、俺の村の子供たちが危機だった時に救ってくれた。あの時、あいつは信用できるって思った。だから、俺はノアの期待に応えるために戦ってみせる。帝国軍が何万、何十万来ようが、この暗黒騎士であるレーナさんが。レンズがうずく。戦いをも僕らは戦うみんなや兵士たちをできるだけ治療をしよう。それが僕ら。無茶をするなと言っても聞かないだろう。ならせめて命だけは大事にしろ。怪我なら僕が必ず治してやる。どんなに傷ついても私たちが癒します。だから絶対に勝つんだぜ。さて、あのリーダーはどういう決意を。それで、あんたはどうするのさ。傭兵なら負け戦で逃げ出すのは珍しいことじゃない。言っただろう、沢戸家は約束をたがえない。ノアが決意をするならただ戦うだけだ。そうだね、私もバカの一人さ。お嬢さんのこともあるし、ノアは決意するよ。いい男ならかな。バカっぷりなら負けねえぜ。残り一人だってバカしてやるぜ。ま、ここで逃げるってならわざわざこんな場所まで来ないさ。むしろ美味しい戦場になりそうだ。地中に勝つを見出すではありませんが、ここで知った多くの人たちを捨て。我々は依頼をこなすのが仕事。ああ知ってる、あんたもいい男だもの。あいつのことなら心配ない。俺はゆっくり。ふんふん。はい。暗黒騎士レイナ、参る。なってほしい。
ス。どうかな、僕に。もしノア殿が諦めたとしても、私はユンマ様と共にユークリスを取り戻す。あ、私も。ありがとう。でも僕はあんまり心配はしていないんだ。ノアはペリエールが見込んだ男なんだ。そうですな、そういった顔つきをしている。なるほど。まあ僕も負けないけどね。お嬢様、一体どうなるのでしょうか。あら、そんなのもう決まっ。自信が終わりで。そうよ、私が見込んだ相手なんですもの。ああ、彼ならば正しい選択をできるでしょう。グリム伯、あなたと同様にね。あら、ありがとう。そうですね、私も。さて、どうなることか。でも、この同盟軍が降参ってことになった。帝国軍に戻るということは無理。脱走兵どころか反逆ですから、死罪でしょうね。そうなったら、俺たちだけでも辺境に逃げて抵抗を続けるか。帝国内で公爵への反対勢力が大きくなるのを期待してさ。もしそうなっても、僕は戦いを続ける。あの、そうなった場合は一緒にですか。ええ、聖さんや皆さんはその恩返しがしたいんです。私も一緒に行きます。戦います。ありがとう。でも大丈夫。そうなんですか。ああ、そういうやつだって。し、ここは完璧な魔法使いこと私の出番です。正義の戦いの大決戦だ。
昔見た魔導書でもこの世界を狙う魔王との決戦が描かれてたもの。そのために戦うのは魔法少女としての使命。大魔王オルドリック、覚悟。ああ、私の魔術の道を極めるためにも避けられぬ戦いなのでしょう。私のマッスルポイントが尽きるまで戦うと約束します。広告戦争の頃もこんな戦いがあったもんじゃ。恐れることはない。古の魔術闘争で振るった力を見せてやろう。私の力も微力ながらこの戦いの助けになるならば、いずれ手に入るはずの我が下僕がいればいかなく。これはまたいつで。さてさて、どうなるって。そんなこと言って。ふむ、そうなんですか。そりゃそうさ。俺が見る限りノアはこんなところで諦める。はい、私もそう思います。だからさ、私たちは戦いの準備、帝国軍を倒して、その次はヤルナーンを取り。我らガーディアンの責務は変わらぬ。必要な時、必要な場所で戦う。そうですね。では安心して。ここらで一つ勝つでも入れようかと思ったもんだが、その必要はなさそうだ。決戦は目の前だ。気合だ、気合がいる。そうだな。誉れある戦士である証を立てたノアのことだ。私ら自身の戦いでもあるしね。私もノアには恩義がありますゆえ、最高のやり、一世一代の戦いだ。ここで逃げちゃ男が廃るってもんだぜ。そうだね、ここで逃げる。ラスボスに挑むんだ。私も最強のデッキで行かなきゃ。ああ、そうだ。始まりは小さな火でしかなかったが、それらが集まり。やあ、ああ、わかった。はあ。
なるの？心配すんな。お前は絶対に守ってやる。なんだったら今すぐ。父さん、嘘ついてる。子供ってのは親が思うよりも大人になっているもの。バレてるよね、そんな気はないってな、ラビー。って、知ったようなことを。まあ、ラビーちゃんは私も守るさ。あ、この戦い、負ける気もない。はいはい、ありがたいことで。よかったね、お父さん。いいお友達がいてでしょ。悪いな、最後は絶対にお前を守る。だがな。うん、あと、どうだ、ノア。ずっと考えていたんだ。ん？何が？本当に俺でよかったのかって。俺が決めたことが多くの人の運命を左右する。おいおい、そりゃないぜ、ノアの兄貴。ノアの兄貴があの夜、抵抗の軍を作るって言ったんだぜ。だから俺たちは命を懸けてきた。そしてそいつに疑問を持ったことなんてないぜ。もちろん。まあそうですかね。うんうん、あの夜に決めたことだもん。ああ心配するな、お前は命を懸けるに値する男だ。そしてお前が目指してるものもな、そいつは間違いない。心は決まった。いえ、最初から決まっているのでしょ。ありがとう。あの夜に感じたことも、今多くの仲間と共に会って感じていることも変わってはいない。やるべきことは何か、はっきり。そうだ、お前に迷いがあったら兵士は戦えない。リーダーなら信じる者に迷いを持つな。素晴らしい。これを成し遂げたら、そろそろ小隊長代理の。え？まだ？あら。もしかして。悪いか？全然悪くない。こいつは珍しいものを見た。では行こう、ノア。あとはまっすぐに。
いかがですか、ノア殿。まあ、その顔。ノア。うん。みんな、俺は逃げて、それでみんなが助かるのならそれでもいい。でも公爵はそれを許さないだろう。ヤエルの村で起こったこと、ハイシャーンで今起こっていることは決して簡単なことじゃないと分かっている。でも可能性がないなら戦おう。みんああ、いいね。はあ、うん、納得できるよ。ハイシャーンを守ったあの時みたいに。うん、我々は名誉ある戦い、そしてこれは何よりも名誉ある戦いだ。そうだ、オルドリックの蛮行を止めなきゃいけない。ほらね、私の目に。そのための策が必要だ、マールリッチ。帝国に勝つための。この状況で帝国軍を倒す策ですか。無茶なことを言う。可能性は限りなく低い。無理なのか。無茶とは言いましたが、できないとは。そしてこれはやりが。では策は。まずはできるだけ戦力を集めましょう。チリジリになったユークリス、それとまだ協力を求めることができる。なるほど。なんで俺が呼ばれたのかと思ったら、無茶とか言ってて。ええ、お願いできますか。アルカシウス氏族のああ、兄貴と顔を合わせるのはあんまり気が進まないが、そんなこと言ってる場合じゃないよな。いや、俺たちエルフ種族にとっても危機になりかねないからね。アル、心配すんなって。今度は兄貴の顔をぶん殴ったりしないよ。もう、そうじゃなくて。そういうわけで、アルー殿にはエルフ種族への使者に。わかった。ああ、任せておけって。ユークリスの兵を集めるのは任せてもらおう。ガーディアンもできるだけ動いて、ノールスターの残兵を集められるか。たノア殿もまずはできるだけ仲間を集めるよう。帝国が動きを見せるその前。ああ、やろう。そしてもちろんだ。そのつもりさ。味方を増やすために頑張らないとな。そうね、汚れたと。余はアンデッドの王をマーカスな。分かったり野郎。さあ、アンデッドがもうここまで。お前たちなんかに。まだ分からぬとは。ならば貴様らも我が。お前はあの時のアンデッド。ん？貴様らは我が愛しい臣民を壊しおった連中だな。大変だったんだぞ。
今度は何が目的だ。私ペペペ目的言ったであろう。世に力を貸せと。さすれば命長らえることができるであろう。そんな脅し文句。脅しとは失敬な。あの卑しいデイラードならまだしも、アンデッドの王たる世がそのような。デイラードってのは、あの後村を襲ってきた狐面の女と一緒にいたやつのことか。やつこそは我が旧敵であるぞ。キャツメ、世が目をつけた村を襲いよって。さあさあ、世に力を貸すがよい。さすれば貴様らの窮状を救ってやることもできる。つまりヤールナーンを襲ったやつとあんたは仲間じゃないってことか。どうやらよく話を聞いた方がいい。やっと世の話をまともに聞く気になったか。人間、少しばかり血を抜いてやった。やっと見つけたわよ、スケルトンの王よ。ん？なんだ貴様は。私は資料使いのミラン。世の主に。ずっと探していたんだから、つべこべ言わずに観念して私の従者となるのよ。なあ、すまんが話がややこしくなる。そっちは後でやってくれるか。そうだ、世は公国の主、アンデッドの王であるぞ。それはもう何度も聞いたわ。一応モンスターの類じゃないのに。話をまとめると、デイラードというアンデッドロードに奪われた城を取り持って。それは違うな。違いましたか。奪われたのではない。世が眠りについている間にキャツメが盗み取ったのだ。同じじゃない。しかしアンデッドの王。ほう、アンデッドに興味があるか。貴様は世と似てなかなかの美形だからな。いや、それは遠慮しておく。とにかくその城、バーガンティア城にあるマドーレンズを奪い取れば、あのアンデッドの軍。そうだ、あの城には玉呼びの力を秘めたマドーレンズ。アンデッドの軍を消滅させることができれば大きく戦況。よし、わかった。それじゃあ。おっと、悪いな、リーダー。その役割は俺たちガーディアンでやる。うん、その役割は私たちにやる。そうね、アンデッドの城攻略と同時に味方集めも必要よ。わかったよ。それじゃあマーカス、俺たちはその代わりにそのマドーレンズの力を消滅させるために協力してもらう。そうだ、もちろん城を取り戻した後は世の居城とする。ではまずはバーガンティア城の攻略のため、メリサ殿たちの部隊を。あと私の従者になる約束も守ってもらう。待て、そのような約束をした覚えはないぞ。よかった、これで念願のアンデッドの王を従者にできる。だからそのような約束は世はしていない。ここがハイシャンの宮殿か。
いかがですか？なかなか凝った装飾で。好きになれぬな。あの、ここはすぐにも改装する予定でして。そんなことよりも、レンズの件はどうなっておる？はい、魔導レンズの再拡張を集めているのですが。手ぬるいことを。原初のレンズを完全に目覚めさせるためには数が…強制的にでも集めよ。はい。あと、それとは別に面白いものが手に入りまして。ほう、これはノールスターの君主サラス・バーラント殿とお見受けする。この近隣の村に隠れ潜んでいるのを発見しました。サラス殿には一つお聞きしたいことがある。なんだ。あのノアという少年、あれが率いる同盟軍、サラス殿なら心当たりがあるだろう。そ、おやすや。よく来たな。では、バーガンティア城の攻略を。必ずやり遂げてみせるから、安心し。連中には借りがあるからな、返さなきゃならんさ。ニオも同行するぞ。城の場所を知るのは余だけだし、そもそも。私も行きます。
従者予定の約束を破って逃げてもらっては困る。そんな約束はしとらん。お城の場所はこの骸骨から聞きました。転移先には免疫、これで失敗して次元の狭間に取り残されることなく完璧なテレポートが可能で。では問題なければ出発しても。ああ頼んだよメリサ。任せておいてよ。よし行こうぜ。ふん、余の足で待て。君も我が従者となる自覚を持ってもらいたい。パーティーメンバー変更のために入り口出張での商売もさせ。では残りのメン、私たちも一緒に行きたいけど。はい。この拳、未だ衰え知らずじゃ。さあ、行こうぞ。一緒ですね、メリサ。じゃあメリサ、これは反撃の。ああもちろん。では早速。大丈夫？まあ大丈夫でしょう。私完璧です。大丈夫か？なんかいろいろなとこを経由してたが。いえ、余裕を持って完璧に成功です。私完璧ですもの。だけど完璧です。そうじゃないというならどこが。いや、完璧だ。間違っていないのは確かなよ。ただバルディス・ガラス城は古名だが、なぜ。しかしなんだやりゃ、
空中に浮いてる？そうだ、溢れ入れる魔力があの城を支えている。美しい、我が居城としてふさわしい。そして私の従者にふさわしい。城を奪ったとして、それをそのまま放置するのも問題が…ん？なんでもない。まあ、それは後で考えるとして、みんな、気を引き締めて。メリサ、お前こそ気合い入れすぎるなよ。こういうのは少しリラックスしてるぐらいがいいのさ。ウェーブの兄貴はリラックスしすぎだと思うけどな。私はここに残り、バックアップを行う。ノアたちのことが気になるときは私が…それじゃ、行って…俺はどこにだって商売に行くんだ。ま、ノアたちの、うん、任せてください。場所は、メリサさんのバーガン、そのようですね。ま、そうか。今日は何の…何の用だ？どうだ？一丁上がりっと。
似合うのが絶対あるよ。そろそろメリ、ああ、パーフェクトテレポート、ノアたちの方も帝国、ほほう、世のため、勘違いするな、よし、こっち、ほほう、これは懐かしい顔だ。おとなしく眠りについておればよいものを。愚かだとは思わぬか？マーカス、我が王、戻られた。我が王、愛する人、数百年の時を経ても未だ人の執着は変わらぬ。それともあの男の執着が取り後者やもしれぬな。死者となってなお